シベリアマーモットは、哺乳抗月死もクリスカマーモット族に分類される、月種類。中華人民共和国、モンゴル国、ロシア東道長50から60センチメートル。体重6から8キログラム、最大で9.8キログラム。おなは、体長の50%以下。体色は明華主色で、頭部や尾の先端は暗色。以下の亜種の分類は、ソーリントンホフマンに従う。 標高600から3000メートルにある草原やステップ、低木林、半砂漠などに生息する。ペアと幼獣からなる家族群を構成して生活する。9月から巣穴で5から20頭が集まって冬眠するが、冬眠の期間は夏季の栄養状態や周期の天候により変動がある。本種に限ったことではないものの巣穴を掘ることにより土壌が拡散され、地中に 栄養素や空気などを含む効果があるとされる。古巣は、コサックギツネマヌルネコイタチ類、ジリス類、ナキウサギ類、ハリネズミ類などが利用する。食性は、植物食で、主に草本を食べるが、この葉なども食べる。捕食者は、赤ギツネ、オオカミ、ヒグマ、ユキヒョウ、ワシタカ類などが挙げられる。繁殖形態は耐性。冬眠から明けた4月に交尾を行う。 妊娠期間は40から42日。5月下旬に1回に最大8頭の幼獣を産む。生後2年で生成熟するが、通常は生後3年で分散する。モンゴルではタルバガンと呼ばれ、肉を食用にすることもある。薬用にされることもあり、脂肪が伝統的に火傷やけどや頭症、貧血などに効果があるとされている。毛皮も利用され、 スポーツハンティングの対象とされることもある。マルコ・ポーロも東方見聞読の中でタルタール人の食文化について、この辺りに至るところの原野に数多いファラオネズミも捕まえて食料に急すると述べている。このファラオネズミはおそらくタルバガンだと考えられている。センペストを媒介し、本種が原因とされるペストの流行で1911年に約5万人。 1921年に約9000人が死亡した。ペストに感染した本種の肉を人間が食べることでも感染する。近年は生息数の減少に伴い、本種が原因のペストの発生数は減少している。毛皮目的の乱獲より生息数は激減している。1990年代に生息数が約70%減少したと推定されている。 モンゴルでは1906-1994年に少なくとも1億240万の毛皮が調達された。モンゴルでは法的に保護の対象とされているが実効的な保護対策は行われていない。NHK アジア自然気候、草原の野生馬モンゴルによるとタルバガンは草原の地面に穴を掘るため土壌の通気性を良くしている。そのため 生息地で衰弱したタルバガンの生態や死体を見つけても近寄らない、触らない等の注意が必要である。また、現地の人に勧められてもタルバガンを食べない勇気も必要である。心象を悪くしたくないので、どうしても食べなければならない場合はよく火を通してから少量だけ食べると良い。モンゴルは数少ないペスト発生国であり、どこかで毎年のように発生し、 死者も出る。モンゴルではタルバガンが主な感染源とされている。ペスト患者が出ると、その感染拡大を防ぐために、集落や町全体を封鎖することもたびたび行われている。月種類全般、特に野生のものについては、ペスト菌の保有を前提として取り扱うべきである。ありがとうございます。